フェデリコ・フェリーニは、イタリア・リミニ生まれの映画監督、脚本家。映像の魔術師の異名を持つ。フェリーニは1920年1月20日、イタリアのリミニで生まれた。リミニの高校在学中には、ことフィレンツェの新聞に漫画のハガキ投稿をしていた。高校卒業後、1939年に、首都ローマのイルピッコロ紙に勤務し、やがて、マルク・アウレリを紙に移った。 マルク・アウレリオ神はユーモア氏であり、フェリーニはここで漫画やコラムを書き、記者として経験を積んでいった。やがて1942年になると、記者のほか、ラジオドラマの放送作家としての脚本の仕事が増えていった。1943年には、このラジオ番組で知り合ったジュリエッタ・マシーナと結婚している。1944年、 ローマが連合国軍の制圧下に入ると、似顔絵屋を開いて、生形を立てていたが、映画監督、ロベルト・ロッセリーニがこの店を訪れ、映画シナリオへの協力を頼んだことが、フェリーニの映画人生の始まりとなった。この映画、無防備都市は1945年に公開され、イタリアネオレアリズム映画を世界に知らしめた、記念碑的作品となり、フェリーニは、ロッセリーニの次回作である。 戦火の彼方でも脚本を担当した。フェリーニは1952年までラジオドラマ時代も含めると10年間、映画単独でも7年観客本家としての仕事を続けたものの、徐々に脚本よりも映画制作に興味を示し始めた。こうして1950年、フェリーニは寄席の脚光でアルベルト・ラッドアーダとの共同監督にて監督デビューを果たした。 1952年の白い州長で初めて単独監督を務めた。この作品で音楽監督として起用されたニ位のロータはオーケストラリハーサルに至るまでのすべてのフェリー2作品で音楽を手掛けることになる。3作目となる青春群像では故郷の街とそこで生きているどうしようもない青年たちの姿を描いてヒットを飛ばし、 ネオレアリズムの若き後継者として注目されて、ベネツィア国際映画祭で銀次師匠を受賞した。続く、道では完備なテーマ曲と物語の叙情性と、ヒューマニズムから世界的なヒット作となり、2年連続のベネツィア国際映画祭銀次師匠、並びに第28回アカデミー賞でアカデミー外国語映画賞を受賞し、フェリーニの国際的な名声が確立する。 1955年の崖は不評だったものの、1957年のカビリアの夜は再び高い評価を得た。ネオレアリズム的作風に変化が現れるのは甘い生活からとされる。大敗的なローマ社会を描いた、この作品はフェリーニの力強い社会批判であるが、ヘリコプターで吊るされた巨大なキリスト像の冒頭シーンや川から引き上げられた海魚のラストシーンに、 顕著なようにストーリーの随所にシンボルが配置されて独特の映像感覚が発揮される。この作品は高い評価を得て1960年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したもののカトリック教会などから大敗的だという強い批判を浴び、いくつかの国では上映中止に追い込まれた。甘い生活で使用された手法は81 にで極度に押し進められ、映画が撮れなくなった映画監督の話を借りて、フェリーニの内面が赤裸々かつ高度なシンボル的映像、表現で綴られることになる。その後も血ね熱ったスタジオに巨大なセットを組み、さてリコン、フェリーニのローマ、フェリーニのアマルコルド、カサノバ、オーケストラリハーサル、女のと、そして船は行くなど、 重層的で無限の広がりを与える手法を駆使した作品群を立て続きに監督。いつしか世界の映画制作人からスタジオの魔術師と呼ばれることになる。同、カビリアの夜、81、2、フェリーニのアマルコルドで4度のアカデミー賞、外国語映画賞を1992年にはアカデミー賞名誉賞を受賞した。1993年に脳内出血で倒れ、 同年10月31日、心臓発作で死去。73歳。その葬儀は、ローマのサンタマリアゲリアンジェリ教会、イットにて、国葬として取り行われたほか、チネチッタと故郷の町、リミニでも葬儀が行われ、リミニの墓地に埋葬された。妻のジュリエッタ・マシーナは駆け出し時代の彼のラジオドラマに出演し、同、カビリアの夜、魂のジュリエッタ。 ジンジャーとフレットなどにも主演した。甘い生活の舞台となったベネト通りに掲げられたプレートすべての監督作品で脚本を兼任。長編映画オムニバス映画記事、リミニ市にあるリミニ空港は彼を記念してフェデリコ・フェリーニ空港との別称が付けられている。また、5150番の小惑星フェリーニは彼の名にちなんで命名された。なお、 1584番の小惑星も同じく、フェリーニという名が付けられているが、これは同性同名の天体物理学者であるフェデリコ・フェリーニから命名されたものであり、彼の名とは関係がない。ありがとうございます。